はい、どうもです。今日はね、もう皆さんこの大好きなこの荒野行動の話なんですが、僕ね、今1年ぐらいここにやってるんですよ。で、最近ちょっと皆さんに聞きたいのがね、あの、猛者とは何かと。うん。結構まあ僕もね、いろんな大会とか、あと、なんだ、動画、猛者って言われる人間たちの動画を見たりして、まあ、勉強してるんだけど、ここね、1年ぐらいやっぱかなり変わってるんですよ、情勢が。例えば、なんだろうな、この猛者っていうものはどこまで猛者かっていう定義にもよるんだけど、やっぱ1、2。金利が高い、または何だろう、大会で実績を残すとか、あとは強豪クラブに属してるとかいろいろあると思うんだけど、一概にね、これが人によってこう様々な、ラインになってて曖昧なんだよね。俺個人的には、中級者から上級者帯まで行ってる人が俺は猛者としていいと思うんだけど、で、初心者だ、この初心者はけなしてるわけじゃなくて、エンジョイ勢も入ると思うんだよ。つまりそこまでは本気でやってないよと。でもプレイ時間はいろいろあったりで長かったりしてると思うんだけど、どこからどこまでをこの定義にすればいいんだろう。最近ちょっとこれね、個人的にまあ研究というか悩んでて、まあ、動画出すじゃないですか。で、まあ人によって例えば10キルしましたとか。でも10キルを、昔だったら10キルって無双って言われてたんですよ。だから11、12したらすごいというね。まあ、実はその傾向今もあると思うんだけど、ただ、いろんなね、もうさ、上級者が動画を出したことによって、例えば20キルとか30キルの動画が出てきたことによって、ある種ね、みんなその見てる視聴者、今見てる皆さんの感覚がね、上がってきてるのかなっていう考えもあるんだけど、裏を返せば、例えばさ、動画で、じゃあ僕 AK 使いました、95C 使いましたと。で、パンパンパンまでこう射撃するわけだよね。射撃して撃っていって、2発指切りってあるんだよね。長く押すっていう。指切り綺麗になると28、26、24発、22発、20発っていう風に弾が減っていくと。それを見て、あ、指切りしてるじゃんっていう指摘って、多分指切りの知識がある人間は指摘できるんだよ。指切りを詳しく知らない人は、普通に振ろうとしてるように見えてしまうとかね。で、これどっちが悪いかってわけではなくて、この指切りの知識を持っている人はもう僕からしたら上級者のとこなのかなって。つまり、そのね、指切りとか立ち回り上、多分、エンジョイ勢で、なんだろう。いや、そこはドリンクは5本、応急は3個は最終的に理想な荷物の中、あとは全部弾、ガソリン2個、手榴弾3個、毒ガス4個は理想だよっていう指摘するエンジョイ勢いないと思うのよ。やっぱ AK は、まあ、3発指切りスタートで2発2発2発が理想なんだけど、まあ、3、4、4、4のペースでいいかなっていう、多分エンっていう指摘をするエンジョイ勢っていないと思うの。つまりさっき言うそのピラミッド階級の時の初心者に値する、つまり真面目にやってない人、もうこう指摘できる人って俺からしたら上級者なんですよ。立派な上級者だ。ここがちょっとね、だその上級者、俺からする上級者たちからするさらに上級者っていうのが、まあ、猛者なのかわかんないんだけど、この定義がわからなくて、最近ね、どこからどこまでを、なんだろう、猛者としていいのかなみたいな。うん、これちょっと個人的に悩みで、ただまあ別にこれ悩んでるからってどうかってわけじゃないんだよ。僕のなんか動画の思考を変えるわけでもないんだけど、ちょっとね、ここでも統計的なのって取ってなくて、ちょっと気になるんですよね、皆さんの意見みたいな。これ多分ね、まあ、9マップでしょ ?9 マップでやりましたと。9マップで5試合しましたって言って、こうランボルギーニ乗るじゃん。で、車でこうグワーって行ってさ、その状況で、ここに、まあ、丘上に車を止めて、立ち回るんだよっていうエンジョイ勢はちょっと少ないと思う。そこを、いや、立ち回って六角方面注意ねっていう指摘をできる人はもう中級の上級者の、まあ、猛者エリアであると。ただ、その人間たち自身は多分自分のことは猛者って思ってなかったりすると思うんだよね。もちろん、キルの問題もあれば、いや、俺は強豪クラブ属してないし、みたいな。言うてあんまキルできないしって。でもその知識ってなんかサッカーで言うさ、あのプレイヤーの例えばドリブルがめちゃくちゃすごいっていうのはそのサッカーやってなきゃ分かんないと思うんだよ。ただ僕サッカー全然詳しくなくて分かんないんですよ。よくサッカー好きな友人からこうすごいスーパープレイでこのパスがもう面を分けたんだよみたいに言われても、え、もうボール渡してるだけじゃんみたいな。知識ないから分かんない。でもサッカーの知識学ぶとそれが猛者だと分かるわけよ。サッカー上の猛者、つまりすげえプレイなんだ。バスケとかもそうだよねって、野球とかも今のこの一瞬の送球の素晴らしさみたいな、キャッチから守備の凄さって分かりにくいんだよ。でもそれ分かる人間ってのはもうその野球の知識がある人間だから、僕からしたらそれは猛者であると。ただ今この話聞いてドキッとした方ね、あれ俺そこまで詳しい人だ、もう上級者よ、あんたは上級者、それも。で、まあだからまあいろんな人の意見あると思う、それ聞きたいなっていう面目もあるんだけど、じゃあ鬼屋の思う究極の猛者って何って言ったらこれよ。うん、これオクトパスよ。私はだからもうはっきり言いましょう。オクトパスプレイはアメリカ今後ないです。で、これは僕はもうオクトパスを極めて、初めて真のナンバーワンモサだと思ってるんで、まあこれを諦めるぐらいだと僕引退しますよ、ここや。そのぐらいまあ強き心意気を持ってる。うん。なので結論に言いましょう。これまでの話、全部今の話は、
味噌汁でいう豆腐です。メインではない。メインは味噌汁だしなんで、味噌の部分言いますよ。味噌はオクトパス、これが猛者なんですわ。以上見ました。お前らなりと猛者教えてくれ。